日本三大楼門の一つとされる阿蘇神社の楼門。その風格に誰もが魅了され、いつも私たちを神社へと迎え入れてくれました。しかし、平成28年4月16日早朝、そこにあったものは地震で傷つき変わり果てた姿でした。楼門と拝殿が全壊、楼門とともに国の重要文化財に指定されている神殿なども大きな被害が出ました。阿蘇市で最大震度6弱を観測した熊本地震本震。一夜明け、阿蘇市役所には続々と被害の状況が報告されました。頭から離れる。頭かばって、頭かばって。およそ2300年の歴史があり、阿蘇開拓の神竹岩龍尊をはじめとする十二神が祀られている阿蘇神社。一年を通じて稲作を中心としたさまざまな農耕祭事が行われ、人々の営みと深く関わりながら受け継がれてきました。この一連の農耕祭事は国の重要無形民俗文化財に指定されています。中でも毎年7月28日に行われる御田祭りは、田植え後の田んぼを阿蘇神社の神様が神輿に乗って稲の育ち具合を見て回るという阿蘇神社最大の祭りです。神様への供物を頭に乗せた白装束のうなりや、神様を乗せた4基のみこしなどが進行行列をなし、2箇所のおかり屋を目指します。おかり屋では神事が行われ、その後みこしめがけて苗を投げ入れるお田植え式が始まります。苗が神輿の屋根にたくさん乗れば豊作。落ちた苗は持ち帰り、田に植えると虫がつかないとされています。熊本地震からおよそ半月後の平成28年5月3日、御田祭りに関わるある神事が行われました。播種祭といって、御田祭りのお田植え式で使用される苗の種をまく神事です。60年以上にわたって祭りの苗を育てている、阿蘇神社氏子会会長の正代勝久さん。播種祭は毎年、農業を営む正代さんの自宅で行われています。御田祭りを執り行うためにはまず必要なのが苗でございます。その苗作る基本が今日の播種祭でございます。で、普通毎年何も変わらない普通の平凡な播種祭でございましたけれども、今年はこうした大きな災害の時の播種祭ということで、私の一生に一生の思い出に残るような播種祭ではなかったかなと、こんなような感じでおります。はい。この日から祭り当日まで大切な苗の管理を任されます。種まきから1ヶ月後の6月3日、正代さんの田んぼの一角では順調に育った苗の田植えが行われました。苗が大きくなりすぎると
みこしに投げる人が大変だからと、正代さんは投げやすい大きさに成長するよう、狭い間隔で一つ一つ丁寧に手で植えます。ここ阿蘇市では、毎年5月上旬から田植えが始まります。昨年は地震の影響で農地や水路に被害が出て、田植えができない農家もある中で、阿蘇神社近くの地域は農地に大きな被害はなく、ほとんどの農家が例年通りの田植えができたそうです。ここあたりはまあ水が思いやりにあるもんだから、ほっとしたところなんですよ。これも水がないんだったら、もうここも絶対できんから、誰かにお願いせんとね、いかないかなっていうようなことですけれども、おかげで水がちゃんといつもの通りありますので、はい。本当やっぱ田植えのできないところあたりはもう大変だと思いますよ。私たちは幸せなんですよ、無事できるからですね。新王子の塩の矢を愛にます早きつ姫という神持ちかかのみ天かくか。本田祭り前日の7月27日、正代さんは翌日に控えた祭りのために苗をあげる作業を行っていました。この年は根がしっかりと張り、稲の一本一本が太く、ここ数年の中で一番いい苗に育ちました。投げる人が泥で汚れないようにと、根についた泥を丁寧に洗い束ねていきます。炎天下の中、腰をかがめ、苗を抜き、泥を落とし、束ねる。この作業を一日繰り返します。当時、81歳の正代さんに容赦なく太陽が照りつけ、汗が噴き出します。手がつった、ここ。あ、つった。うん。うわ。親指のとこです。親指。上級しようせいってことだよな。地震を乗り越え育った苗、いよいよ明日は祭り本番です。祭り当日の早朝、正代さんの育てた苗が阿蘇神社に運ばれました。片身の折りたちかな、ほっとしたとこちゅうかな、ほっと一息。うん。だけ震災だからってそれを言い訳にしちゃもう何にもならないからね。震災は震災として受け止めて、やっぱ前に進まんとしょうがないし。で、まあこの恩田をすること自体がやっぱ復興の方礎になるというかな、スタートになるような気がする。だけどこれも楼門も壊れたけど、今年は恩田祭りは取りやめっつったらな。また今後何かあったとか、あの時やめたら今回もやめようとかいうことになるし、私が聞いている範囲内じゃ恩田祭りが取りやめたという実績というか経緯はないらしい。はい。
もうなんていうか肩の荷が下りたみたいな気持ちとですね、まあ、あの神聖のあたりも立派なお祭りができたなということで満足しております。正代さんが育てた苗よく乗ってましたね。うん、乗ってました。で今年は豊作じゃなかろうかと自分ながら嬉しく思っております。はい、もう手塩にかけて作った苗ですから。はい、平成28年秋、地震の影響で作付け面積は減ったものの、天候に恵まれ稲は豊作となりました。平成29年3月2日、現在の復旧工事の進捗状況について報道関係者を対象とした見学会が開かれました。回収された部材は格納庫に運ばれ、釘一本に至るまで全て調査し、できる限り再利用されます。匠の技による部材の修復も進められていて、計画では楼門などの国の重要文化財については平成34年度までの復旧を目指しています。熊本地震本震からちょうど1年が経つ平成29年4月16日、正代さんは阿蘇神社を訪れていました。この日阿蘇神社では、阿蘇神社と歴史的にゆかりのある宮崎県五ヶ瀬町の倉岡祇園神楽が奉納されました。正代さんの今一番の気がかりは、阿蘇神社が自費で行わなければならない国の重要文化財に指定されていない拝殿などの修復です。楼門は重要文化財だから国と県で 95% は賄っていただける。これはとてもじゃないが氏子ばっかりじゃできません。指定寄付という制度を申請して認めていただいたもんで、だから3年で4億をめどに、ね、今頑張っているところです。それでさっきも言ったこと、こればっかりはもう氏子じゃどうにもならんから、県内外の皆様方にね、もうお願いするしかないわけですよ。またもう非常に最近はお参りも多くなりましたが、やはりみんな関心持っていただいております。ありがたいことです。これからどんどん工事も進みますが、進みますね。楽しみですか？もう復興復元がですね、出来上がるともう楽しみしてますが、一つ問題は私事ですけど、もう82歳なんですよ。あと7年6年ほどかかるということで、それを計算しますと米寿までは、まあ、ちゃんとしておかないとですね、出来上がりが見られないかなという、まあ、笑い話あるけれどもですね、いやそのためにやっぱ健康管理とかいろいろやっぱ気を配ってですね、やらんといかんかなというような気を持っています。はるか昔から阿蘇の人々を見守り、心の拠り所となってきた阿蘇神社。また今年も阿蘇に
恩田祭りの季節がやってきます。